遥かな昔、ようやく人が獣でなくなりつつあった頃、この星は二つの恵みの月に照らされていた。天高く舞う無数の竜、聖ある者の頂点たる彼らは月の輝きのもと繁栄を極めたが、ただの一つ、最も大きく最も偉大な竜が飽くなき欲に疲れた暴帝として、竜も月の恵みもそして星そのものをも食らわんでした。暴帝と竜たちは千億の昼と夜を戦い続け、ついに自らと星の命を枯らすこととなった。暴帝は十二に引き裂かれ、頭は月の一つに、体は地の底に封じられ、そして竜は全て地に落ちた。残されたのは焼けた空と壊れた大地だが、命はかすかに朽ちた竜の背に宿り、気の遠くなるような月日が流れた今、時代は人が担っている。